はいどうもみなさんこんにちは。ミグでございます。マリサだぜ。モナだよ。今回もアンニ実況、やっていきましょう。ポンですね、今回することなんですけど。顔が近い。今回はマーガップルラッシュをやっていきたいと思います。目標はですね、30キルとか1拠点破壊とかできたらいいですね。リスナーを見返すとタイトルに大々的に書いている割には目標低くないか？まあ私編集しているから結果わかってるんですけどね。最大級のネタバレはご遠慮ください。ということで始まりました。お、今回のマップはアフターマスか。ここは鉱山凸が多いので、注意したいですね。で、詳しい予定はどんな感じか？ああ、そうですね。とりあえず金を5スタック掘って、ガップルを4つ作って、力、俊敏の延長を作って、みたいな典型的な凸ですね。このマップではいかに金を妨害を避けながら掘れるかがポイントになりますね。今はなんか鉱山凸が激しかったので、ファーマーになってリンゴを出したいと思います。けど結局鉱山凸が激しいと農場も荒らしに来るんじゃないか？ということで、ポン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 。ざっくりカットしてリンゴを4つ出しました。テンポの速さに波がありすぎる。それではエンチャンターで金を掘っていきます。鉱山凸が多かったので、動画の私は内心ビクビクしてます。今も来てたな。けどそろそろフェーズ2の中間なので、少なくなるとは思うんですけどね。溜まった経験値で30レベルエンチャントします。微妙だな。微妙ですね。どう考えても時間が足りないのでマイナーで掘ります。はい、特に何もなく取ってきました。本当に何もなかったな。誰も鉱山凸に来ないしね。マイナーを往復して石炭集めますか。今誰か呼んでたな。準備が整ったら行きますか。てかさっき、ダイヤ持ってた気がするんだが。あ、あの人ですね。どうしたんですか、そんなに腕をブンブン振って。テンプレのような編集はおやめください。なんかダイヤ32個もらったんですけど。それもあれだよ、視聴者のたくさんの期待が詰まっているんだよ。どうしてプレッシャーをかけていくのか。まあ私に対しての視聴者の期待なんて、大豆一つ部分くらいですから。圧倒的人気のなさ。最大の難関だったダイヤも手に入れたので、早速ポーションを作っていきましょう。ポーションって、ラッシュの時は大体どのあたりで作ればいいのかな。いつもフェーズ4から始めて、準備とかしたらあっという間にフェーズ5になっちゃいますもんね。コメント欄で教えていただけると幸いです。ということで、準備が完了しました。食用はアクロバットで行きます。どうやら味方が青にラッシュしに行ってるな。私も青に加勢しに行きますか。青にやってきました。結構立派な壁が立ってるんだな。まだ味方が入っていないので、ファームみたいなものでもしつつ、入っていけたらいいなと思います。一応キルカウンター用意しておくぜ。その塔に1人いましたね。リップ上がりだな。ここからはダイジェストで行きます。ちょっと注意型の人に向いたので削りに行きます。
ガップル貫通されましたね。まあ56キルか。一応目標達成だな。あとは残りの味方に託しましょう。青 GG です。金がまだ残っているので透明凸の準備をします。残っているのは緑と赤か。さっきミッドに緑がいたので緑のラッシュ準備が終わるまでに凸れるようにしたいです。どうやら青がラッシュに来たようです。フォーリアーで威嚇しますか。まあこうなるわな。どうやら2人らしいですね。これはひどい。ということで、今回はここら辺で終了といたします。やっぱり間に合わなかったな。次からもっと削れるようにしたいですね。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくだぜ。それでは、今回もご視聴、ありがとうございました。次回も見てくれよな。